はい、今日は平日の朝7時です。以前動画でアルストとガスバーナーの比較をやったんですけど、まあ使いやすさ、今回もですね、ちょっとそんな感じで朝ごはんを作ってみようと思います。具材はすでに入れてます。左側が先ほどお見せした通り豚汁、右側が炊き込みご飯、水に、30分以上浸していたものになります。この2つを加熱して豚汁を温めるだけで食べられるんですけど、炊き込みはちょっと炊飯をしていただこうかなと思います。でアルコールストーブは、キャンドゥのものですね。でガスバーナーは岩谷の、コンパクトカセットジュニアですかね、その名前のものを使いたいと思います。遮熱テーブルはクワスのものですね。先日アマゾンで購入した、激安のものですが、今のところ問題なく使えてます。はい、ではアルストの方で炊飯をしていこうと思います。セリアのリッドにですね、スパナーをつけてますけど、あれネジで止めただけですね。ボルトとナットで特に加工のようなことはしてませんが、まあ、こうしとくと熱くならないのでとても便利でやってます。この小さなレンチもダイソーで買ったものですね。なんか5本ぐらい入って110円で売ってましたね。はい、とても便利です。はい、では早速両方に火をつけましたので、ここからは加熱していこうと思います。左側のリッドは使い込んでるので、もうなんか、すっかり焼けてですね、色が茶色っぽくなってますね。右側のリッドはまだそんなに使い込んでないので、まだ新しい状態で、ステンレスの綺麗な金属の光沢です。はい、はい、ふつふつと、お湯が沸いてきました。ちょっと水蒸気見にくいんですけどね、順調に炊飯もできてるようです。アルコールの炎はこんな感じですね。特に弱火とかにはしてないんですけど、手製のごとくで、マッコリーカップを使って炊飯をしてます。豚汁の方も沸いてきたようですね。まあ、岩谷の方はですね、なるべく弱火にしてるんですけど、熱の伝わり方がいいんですかね。クッカーの形状にもよると思うんですけど。はい、もういいですね。ちょっとグツグツ煮え立ってるので一回、火は消しておこうと思います。ここでですね、ちょっと問題が発生しました。これですね、焦げ臭いんですね。もう、煙が出てきて明らかにやばいんです。ところがちょっとアルコールストーブが消せなくてですね、この状態でもう鎮火するのを待つしかなかったです。で15分ほど経過しまして、こんな感じです。何でしょう、この右側のですね、真っ黒い感じですね。またやらかしましたね、これ。うわーって感じですよね。完全にやっちゃいましたね。もうですね、焦げてますので、もう見た通りですね。豚汁はですね、もうまあ、あらかじめ作ってたのを温めただけなんですけど、これも美味しいですよ、もちろん。はい、なんですけど、ちょっと改めてこの炊き込みご飯の方ですね。ですね、ごちそうさまでした。ちょっと振り返ってみます。ですね、そもそもどうなってたかというと、アルストがあって、こう置いて、ごとこう置いて、そこに直接この何でしたっけ、まあクッカーを置いてたわけですね。
で、蓋をしてご飯を炊いてたという状態です。でここでですね、焦げてる匂いがしてきたんですね。もう明らかに、うわ、これは焦げ始めてる。アルコールの量が多すぎたんだと思うんです。20cc 以上入ってましたかね。いや、多分20から25の間だったと思うんですけど、とにかく焦げてきたので、うわ、これやばいと。できれば火を消したいなと。ただ、火を消すのに、この状態で燃やしてますから、どうしようかということですね。これがなければ、例えば普通にこんな風に、置いてもいいし、まあ、こういう風に、パッキン取った蓋を閉じてもいいし、問題ないんですけど、まずこの状態で、取っ手はこれつけてるんですけど、なんでしょうね、簡単な電池、スパナをネジで止めてるだけですね、これは。なんでもないんですけど、これは取れたとしても、その下ですね、こいつがですね、持つところがないんです。で、アルコールがこう、炎が上がってますから、こう持つっていうのはもうとてもじゃないですけど、こう熱くて指が火傷しちゃうんですね。で、手元にあったのがこのセリアのクッカークリップ。ただこいつですね、うまく持てないんですよ。なんかこう空振りしちゃうんです。まあ上手にやればうまく いけるのかなっていう、こうですかね。うまくいけなくはないけど、非常にこう不安定というか、バカッといっちゃったらやばいじゃないですか。しかもこう、やばいなぁと言いながらやってるので、こう、こんな不安定なごとこの上でそんなことをしたくないので、こいつはいかんわけですよ。となると、こう、蓋を開けても、開けただけで、こっからが手が打てない。それは余計蓋が開いちゃうと、せっかく蒸らしたいのにご飯まで犠牲になっちゃうので、それはしたくない。火が消したい。で、こうしたい。こうして、こうして、火を消したい。あるいはまず火を消したい。ただこのこいつが外せないし、こいつが外せないし。まあ、こいつは、これで掴めますので、フッカークリップですね。でも掴めますので、いいんですけど、問題はこいつですよ。こいつ。これ何でしたっけ？マッコリカップでしたっけ？こいつが一番厄介だったんですね。まあ、なんせこう、持てるかもしれないけど持ちづらいし、持つとかもついてないし、こうは持てない。熱くて。こいつです、問題は。なので、こういうその取っ手のついてないものは、ここで加熱しちゃいかんなと。最初からこっちだったら多分ですね、単にガスの炎を止めればいいので、岩谷の場合は、つまみを回せば止まりますので、うわ、焦げたと思ったら消せる。だからこれこっち。で、豚汁がこっち。で、よかったんですね。こちら取っ手がついてますから、問題なかった。ということで、逆に置いてしまったために、こういう、結果になったということで、悲しい撮影ですけど、この黒焦げは次回挽回したいと思います。